鹿児島本線と肥薩線、そして肥薩オレンジ鉄道の乗り換え駅八代、九州にも SL が走っているんだ。熊本から鹿児島本線を走ってきた SL 人吉、この駅から肥薩線に入るんだ。人吉の人吉って？人吉は肥薩線にある途中駅で温泉地として有名なところだよ。58654、これは8620型の SL だよ。 C とか D とかついていないわね。8620型は今からおよそ90年前に作られた SL で、その頃はまだ C とか D という形式はついていなかったんだ。なるほど。8620型は86と呼ばれていて、日本で初めてたくさん作られた SL なんだ。全部で687両作られたんだよ。そんなに？じゃあその後に作られたC57 型や D51 型の先輩ね。そういうことだね。出発進行。まもなく線路は左右に分岐します。 SL 人吉はこれより左側の線路を進み、本日の旅のハイライト、球磨川を遡る100名レール肥薩線へと。肥薩線に入ったよ。肥薩線は熊本県の八代から鹿児島県の隼人までを結ぶおよそ 124km の路線だよ。SL 人吉は3両編成。2号車はビュッフェだよ。1号車と3号車は展望車だよ。楽しそうね。これはね、九州横断特急の
キハ185系だよ。横断特急？そう、人吉駅から熊本を通って九州を横切り別府駅まで運転されているんだ。長い距離ね。この駅で九州横断特急と行き違いするんだよ。ている主連棒が動輪軸に力を伝えて動いているんだ。86は動輪軸が3つ、つまり動輪は右と左に3つずつ。動輪の大きさは1メートル60センチ、客車は50系だよ。100年前に作られたレンガのトンネル。へえ。SL 人吉は球磨川に沿って走るんだ。
一生地駅。出発合図の鐘だよ。SL 人吉は毎年3月から11月にかけての金曜、土曜と休みの日に運転され、夏休みは毎日運転されているけど、詳しいことは JR 九州に尋ねてね。切符は全国どこでも JR の駅や緑の窓口で買えるよ。57型や D51型、 C61型と比べると小さな機関車だけれど、とっても可愛いわ。そうだね、86も乗ってみたいわ。つまり北海道の C11型から九州の8620型まで全部乗りたいということだろ。その通りよ。じゃあ四国の SL も乗らなくちゃ。四国にも SL が走っているの？愛媛県の松山市で走っている坊ちゃん列車だよ。本当だ。でもこれは石炭ではなくディーゼルエンジンで動いているんだ。街中で石炭を燃やして煙をもくもくと出すと迷惑だからね。でも私は石炭がいいわ。煙を出すのが SL よ。見て言うよりも坊ちゃん列車にも乗ってみたら？一年中毎日走っているよ。
そうね。本日は SL 日吉をご利用くださいましてありがとうございます。本社間もなく終点の日吉に着きます。降り口は右側です。一番乗り場に着きます。ピラクドアの真足元にご注意ください。八代からおよそ58km、終着駅の人吉に到着。2時間の汽車の旅でした。想像してごらん。今から50年前、全国に何千両という蒸気機関車 SL があって、客車や貨物列車を引っ張っていたんだ。明日に向かって SL は日本を動かしていたんだ。数は少なくなったけど、一度消えた SL が今走っているのは、そんな感謝の気持ちでもあるんだよ。ぜひみんなで SL に乗ってね。